はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、残響アグロということでグルールですね。はい、まあ、前回からさらにねちょっと土地を絞っていこうかなということで2枚減らしてクリーチャーをね2枚足しました。多様なネズミと挑戦者とね33にして山が2枚減ってると。あとここの王のもてなしとジャビのベールのバランスがちょっと変わったかなっていう調整ですね。まあ、微調整といえば微調整なんですけど、まあ、土地を思い切って2枚減らしたのがねどの程度影響あるのかという感じです。さあそれでは早速やっていきましょう。はい、プレイ。さあ、マリガン。キープしますか。どうする。ここがいらんかな。いらんことはないけど。どうしようかな。60キロ。どっち？こういくか。さあ、罪深き本人。さあ、アタック。さあ、生贄を捧げて5点飛ばします。さあ、こっから。うわ、マジか。さあ、アタック。いやー厳しいですね。さあ、挑戦者たちが来てくれたのはありがたいが、ちょっと微妙だな。さあ、残りは6。さあ、このまま削れるかどうか。あと4点。帰ってきてくれればこいつらで。なんとかなるんですけど、シェールとか出してこようかな。さあ、これで勝ちです。はい、大変ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。
おお。さあ、そうマップ中からいきます。なんだこれ。うん。まあ、とりあえず殴るか。進化の余裕出してターン終了。相手のデッキが分かんない。アタック、さあ弱者の力。さあ、ジャビのビル使っていきます。あ、ダメか。ジャビのビルだと届かんわ。しまった。残響の力戦あんの忘れとった。はい、大変ありがとうございました。なかなか土地が1枚多いですね。ターン終了。
はい、英雄出してターン終了。あ、ジャグのゲーム。対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ、残響力戦セット。外獣か、さあターン終了。振られんのはしゃあないな。これはチャンスか。ターンもらいます。さあ9時さあ考古学者が来た。弱者の力、アタック、さあ裏の裏まで。これはこれで OK でいいか。さあ戦術用意していきます。さあ苦渋出して倒しるよ。
いや、厄介だ。どうやって突破する？難しいね。まあでももう突っ込めか。お、そっちか。ありがたいな。さあ、腐敗抜かり。今回6点飛ばします。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。いやー、これかなりダメージ食らうな。それでも突っ込んでいけるか。さあ、相手赤たんだけど運動の枚数が少ないんで、うまいことなんか対処していきたいです。いや、厄介だ。めっちゃきついんやけど、どうする？殴る。3点。どうしましょうかね。さあ、ブロックしない。さあ、これは勝ったか。さあ、アタック。さあ、裏の裏まで。破壊の怒り。さあ、罪深くて。さじこう。さあ、こちらも意見を捧げていきます。はい、対戦ありがとうございました。
まあキープしてみましょうか。さばいておるぞ。うん、コウモリ。これはジャビ持ってかれるのかな。何持ってかれるやろ。挑戦者かな。違った。さあ挑戦者で殴っていきます。ターン終了。これはちょっとまずいやつですね。アンコン持ちがどんどん成長している。一番きついやつ。さあ多様なネズミで。二段攻撃つけますか。さあアタック。ターン終了。さあ別館の保証、ジャビのベル使っていきましょう。いやトランプルあたりがついてほしいなという感じです。アタック。まあこれ向こうウルフしてこないんじゃない。してくるか。さあ残響の力戦。ここで帰ってきてくれたらいいんですけどね。一か八かですね。力戦じゃなくてクリーチャー狙ってきたか。わあ厳しい。この回復量がねやっぱえぐいですよ。さあ続いてはキフミ。
まあ何かしら状況あるんやろうけど、いかんとしゃあないですね。投げれたらいいですけど。全力ですよ。スタタック。わあ。誰もトランプル持ってない。悲しいな、この止まれ。きつい。これは厳しい。最後に力つきましたね。なんかまあもうこんだけライフ回復されたらどうしようもないか。手の内見られてる時点でどうしようもないよ。さあ、だ55の55というか、もうハンコンが毎ターン育っていくっていう時点で完全に詰みましたね。裏まで。まあ、軽くが入ってない辛いところですね。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行で、悪獣行ってこれこれ7点14点2ターン目飛ばして戦術用事2回とかできたらまあまあ悪くはないかな。構えられると動きにくいな。さあだ。さあもう一枚悪獣。さあ進化の英雄、もう数で押していく。このマイナス3修正がまたねちょっと相性悪いね。さあ裏の裏の、
さあ、タカ。さあ、罪深き風に。さあ、生贄に捧げて本体9点飛ばします。さあ、クリーチャーが大量に出てくる。はい、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。残響アグロということで、まあ土地を減らしてクリーチャーを足すという感じだったんですけど、まあなんだろうな、勝率的にはそんなに影響がないけど、なんか土地の自己っぽい感じが多かったんで、前回の方が良かったかなっていう感じですね。だ土地が今、何枚これ、16枚かな、18枚の方がなんか良かったらバランス、まあ17枚とかでも試してみようかなと思いますけど、まあ、クリーチャーここら辺ね、やっぱいりゃいる分だけ強いんですけど、土地減らすことで2マナが、揃わずにっていうことも多々ありましたんで、なんか微妙だったなっていう。1枚減らして1枚土地を増やす、まあ多分そんな調整またやっていくと思います。はい、まあそんな感じで、とにかく勝ちたい方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。